茶お茶来月に東京M フェスを控えておりまして、その関係で現在棚を整理してます、はい、今までの溜まった在庫が増えてしまったので、うん、それも兼ねて一回きれいにして、はい、フェスを迎えたいなっていう思いで片付けてるんですけども、どうしても溜まってしまった在庫がいっぱいあるので、今ちょっと安売りで出してます。ここ売り物ですか？この辺がもう売り物なんですね。で、何ついてんのついてないのあるんですけど、今日はここの素材使ってこういう盆栽ができますよみたいな、安い素材でもしっかり盆栽になりますよみたいな動画にできればなというふうに思ってます。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、この辺が処分したいなっていうような素材なんですね。いろんな種類があります。これなんかどんぐり、おならですし、この辺はあれですかね、カマツカ、コケモモカマツカみたいなやつ、ね、そうなんですか。実ができてます。はい、はい、秋に実が楽しめると。そうです、そうです。あとはこういうサルスベリとか、うん、値段はね、それぞれなんですけど、まあ本当に安くやってます。500円とか500円、はい、こまゆみとか700円とか700円、はい、これでもだいぶ肌きてますからね。古い木なんですけど、古い木したくなっちゃうね。あ、でもそういうのでもいいんじゃない、うん、継ぎ木もあんのかな。うん、足元いいからね。いろいろこの値段なので楽しめるかなと思ってます。はい、まあ太いんだとまゆみとか、あ、でもこれも500円なんだ、大きい方も。やっぱりこうやってどん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 溜まっていくので、ね、どん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 処分していかないと棚が空いてこないので、はい、そういうのやってます。大きいのもあるじゃないですか。大きいのもあるですね。これとかこの辺もそうなんですけどね。金箔6000円。6000円、これだってなんかうまいね。シャリ削って、これ胴吹き生かすのは生かすし、逆にちょっとヒョロヒョロって作ってもいいし、ついでもいいんじゃない。あ、でもいいとか、もうとかこの辺からも出てるから、うん、全部短くしてすればちっちゃくなると。ちょっと時間かかるけど。そう、あとはあの図書とかもちょっとね、シャリはいいんで、いきましょう。ちょっと手を加えたら良くなるやつが多いのかな。そうです、まあっていうか総じて時間はかかってるけど、うん、放置されちゃったやつみたいな。放置されたやつと、はい、っていう感じですね。もう半年1年近くうちにあるんですけど、うん、やっぱそのまま置いててもしょうがないので、はい、やっぱ安く皆さんの元にっていう感じでやってます。うん、はい、大丈夫ですか。普通の商品なくなってませんか。大丈夫です。大丈夫です。自信満々。そこはしっかりフェスはフェスで多分需要があると思うので、はい、そういう人にはそういうものがいいのかなと思うので、うんうん、ちょっとちっちゃめのものだったりとか、フェス前に来てもいろいろあるよと。そうです、そうです、うん、という計画でおります。はい、じゃあ 何作りますか。この辺とかね、ほならとか面白いんですよ。何年生ぐらい。どうで5、6年経ってんじゃないかな。5、6年以上経ってるかもしれないですね。植え替えが全然できてないと思うんですよ、これ。伸びちゃってるからね。そう、もう閉めるから。どれにしますか。はい、あとはこの辺の、コケモモカマツカ。コケモモカマツカ。そのさ、多肉みたいなやつは何なの。その葉っぱがこう、これあれですね、イソギクじゃない。キク。うん、へえ、変わってるね。はい、これはでも下草とかでよく使うやつかな。なんでこういうのでも私のこっちにいいかも。ブツブツって切れば、これ胴吹きもいっぱいしてるから全然抑えられると思うんで、これ買うかな。あれ、ありがとうございます。なんかよくわかんないけどさ、でも綺麗なお花咲きますよ。ただブツブツって切ってそこから出るか、ちょっと先端に出るんですよ、これって。本当の先端に長いところに花が来るんで。でも私の鉢だったらこれぐらい伸びてても別にいいじゃない。確かに。これじゃあいただきます。じゃあこれ酸味いつやってみますか。はい、はい、今回ちょっとこれでもないよ。それで鉢がなかったです、はい、今日は。また今度、また今度ショートかなんかで、はい、この2つやっていこうと思います、はい、作り方としてはですね、まずこのコナラに関しては上にひょろひょろっと立ったような木なので、うん、柔らかさっていうのをちょっと意識しながらやってみようかなと思います、はい、ちょっとタッパは生かすんですが、曲をつけながらゆすらーっと流れが出るような
そういうような木にしたいと思います。ちょっと涼しげな感じ。そうですね、はい、でもう一個が、この樹桃かまつか、はい、に関しましては幅を生かしながら、うん、大圏外みたいなそういう感じに作っても面白いかな、はいはい、すぐ飾れる木ってわけではないんですけども、うん、大圏外にして、まあ、要は長さを生かすみたいな作り方をやっていきたいと思います。はい、コナラから、はい、正面なんですが、この木でいうと、まあ、こっちとこっちがあります、うん、正面のお腹はへこんでた方がいいっていうのは、はい、まあ、いつも言うことなんですけども、ここまでへこんでるんですね、はいはい、でもここはここだけへこんで、こっちは逆にお腹が出てるっていう、うんうん、どっちがいいかなって考えた時に、全体的にこの木のタッパって高いので、はい、お腹ちょっと出てもここがへこんでる、こっちが正面の方が、まあ、綺麗なのかな。ではこの木はここまでのタッパだったらまた話は別かもしれないですけど、うんうん、このぐらいのタッパで、木を生かすんであれば、この辺がへこんでる方が一番いいのかなっていうふうに思います。はい、この木でいうと今だと左に流れているような木ですね、はい、このまま風の流れを作るには左に流してあげるといいのかなというふうに思います。もう一個のパターンとしては、こうやって返してあげるパターンもあり得るかなと。ただ実際見るとこの木だと返しすぎてもですね、あんまりこの立ち上がりがクッと内側にこっちに入ってる、左に行ってるので、そのままこっちに流してあげるのがまあ、綺麗なのかなというふうに僕は思うんですよね、はい、なんでかというと、ここの屈折っていうのはやっぱ強い風がこっちから吹いてここで曲がったっていうような考え方になると思うんですよね。この木って最初はこっちに行きました、右の方に出ました、はい、けどやっぱ強い風が何かしらの影響で吹いて木がこっちに帰った、うん、だから流れはこっちだろうっていうような、なるほど、そういうような考え。それで上に流れるってどういう状況だろうってなりますもんね。そう、上が右に流れるね、こっちに流れたね。で特にコナラに関しては極端に言うとグネグネって心拍みたいに曲がる木ではないんですよね、はい、しかというと、まあ、下の方の芸は面白いんですけど、うんうん、上に関しては割とちょっと淡白な木姿のものが多いと思うんですよね、自然界でも、はい、なので、上に関してはひょろひょろと軽く曲がついた状態の、うん、木がいいのかなというふうに思ってます、はい、そうなった時に枝をどうするかっていうことを考えます、うん、新柏とか黒松、五葉松なんかはしっかり落ち枝を作るっていう、はい、言いますね。なんでかというと木が柔らかい、どっちかというと柔らかい性質なので、うん、重さとかがあっても折れずに下にたわみながら、なおも上を、葉先は上を向いて棚が形成されるっていう考え方なんですけど、はい、雑木の場合はどっちかというと木は木質部は硬いというか、うん、脆い性質が多いので、どっちかというと極端にガツッと落とす木ってのはあんまないんですね。逆に言うとちょっと立ち上がりは上に向かせるって考え方もあったりするぐらい、どっちかというと成長のままというか、うん、上に向いたら上に向いたからちょっと曲をつけるみたいな方が主流になってます。まず最初に一番下にここに枝があります、はい、流れとは逆の方に枝があるんですね。左の方に向いてますね、はいはい、この枝に関してはもう僕はいらないのかな、うん、もうこのぐらいで切ってしまって、幹筋を隠してだから、そうですね、うん、こうやってこれをこっちに使えばいいじゃないかっていう人もいるんですけど、そうすると流れと逆に長く伸びてしまう、はいはい、どっちかというともうちょぼっとあるぐらいで一番いいのかな、うん、もしかしたらいらないかもしれないですけど、ね、一回ここでつけてやっておきます。次、今2番目の枝、うん、ここにあります。ここの枝に関しましては、このまま残しておこうかなと思います、はい、流れの方向に向かうような、うん、でこのメインの幹に関しても少しだけ曲はつけたいので、はい、若干こういう風なちょっと曲げるようなイメージ、うんうん、そうすると裏からこっちに前に出てくるようなイメージ、うんうんうん、なのでこれは残し、逆にそっか先に針金かけちゃった方が分かりやすいかな。じゃあちょっとメインの幹に針金かけます、はい、でも下から考えていくんですね。そうですね、下の枝からどうしようか、どうしようか、でも
そうやってなんか論理的にこの枝必要かどうかっていうのが分かりやすくていいですね。こういうなんだろう、枝数が少ないとより考えやすいですよ、うんうん、2回連続ワンコイン盆栽ですね。あれ前回もパンタ君500円のやつやったでしょ。なかなか盆栽って高いイメージとか、うん、つきにくいイメージがある方が結構いらっしゃると思うんですけど、こういう安価な盆栽でもしっかり作り方とかどういう背景とか考えてやると非常に面白いと思います ね、ね、最初の状態ではもうね何とも言えない感じですもんね。でもパンタ先生のマジックにかかればそんな木も輝きを見せると、こういった動画となっております。汗が半端ないですけど、汗が半端ない。気温を見ましょう。湿度がやでも34度、湿度が半端ないです、うん、台風一過、台風一過か。で、この木に関してはちょっと内側に巻いていきたいんですね、はい、なので、巻くのも半時計回りに回します。裏にグッと刺して幹を曲げていくっていう感じですね、はい、でこの雑木に関しては非常に食い込みやすくなってますので、なるべく曲げられるうちに曲げてから針金をかけていくっていうのがいいと思います。食い込みやすくなってるから曲げる、もう先に曲げてそのそこでかける。ああ、木を曲げながら針金をかけるってことですか。そうそうそう、こういう細い木は線で見せるっていう。そうですね、うん、なるべくは単調にならないような針金かけができるといいと思います。雑木だから針金かけない人もいるかもしれないけど、ま、うん、っすぐなところは、なるべくは作んない方がいいかなっていう。そうですね、こうひょろひょろとした木はね、そうそうそうですね。一番上のところちょっと高すぎるんで、これは切っちゃいます。で、もう一個、ここですね、上にビヨって出た葉っぱ、うん、これなんかも取ってあげたいと思います。ここはやっぱ一番高くなっちゃったから、うん、そう、あとはちょっと葉っぱまでの距離も長いし、メインがこっちなの、メインが2個みたいになっちゃう、あれかな。あとは逆に下ろしても流れの逆なのですごい長くなっちゃうんですね、なのでそれでいらないかなって判断ですね、はい、でこの枝に関しては流れが出てくるのでこれは残しとこうかと思ってます、はい、あとはこれかな、正面に来てしまってるこの葉っぱ、これも取ってあげようかなと思います。さっき流れの元になるっていう話したんですけど、この枝に関しては、はい、今裏枝で使えそうだったので裏枝にして、これが流れと同じ方向の枝になるかなと思ったので、これを使っていきましょう。じゃあ今度次細かい針金かけていきますね。ここに関してはこのままでもいいと思うので、こことここをかけていきます、はい。じゃあ上ですね。上は、上別こんな長くいらないんだよ。ん？針金を？はい。曲げました？曲げました。模様が入って枝ができたっていう感じですよね、はい、針金をそれぞれかけて、はい、しっかり暴れてたところを欲しいところに持ってきたと思います。これ植え替えまでやりましょうか、はい、じゃあ植え替えをまとめてやってみますか、はい、じゃあこれはポケモンもかまつか、はいですね、県外風にしていきたいと思います、うん。これもだいぶ古いというか刺してからだいたい 4,5 年経ってそうな感じなので、うん、古さも来てるし幹も少し硬いんですね、はい、なのである程度太い針金かけないと曲がってこないので、うん、太い針金をかけます、はい、で今太いのを曲げました。
なので今度はこういう枝通しでかけていってちょっと細い番手でやります。なぜ今だと長いのがずっと前まで行っちゃうとやっぱり見た目的にもよろしくないですし、かける必要がないんですよ、こんな柔らかいので。先端の方は先端の方、ただ根元はすごい硬いので、うん、太いのをやったっていう感じですかね。はい、細い枝も今かけております。こんな感じかな。うん、できた。圏外ですね。圏外、はい、ゆすらゆすらっぽい動いてね、まっすぐよりかはこう動いてた方がいいかな。ほう、こういう感じでやってみました。はい、じゃあ両方植え替えていきましょうか。はい、鉢を選んできました。はい、コナラは、まあ、ちょっと水が大好きな性質で、うん、今も時期は時期なのでちょっと深めの鉢丸に合わせてみようかなと思います。でもう一個県外のコケモモはこういう感じになるかなと思ってます。当時園フェスに来ればこういったものも買えるんだね。出ます。うん、野生ものも1泊500円からあるんですね。それでは根っこほぐしていきます。はいこういうどんぐり系だと、どんぐり系、どんぐり系だとあの直根がね長く伸びてるんで。あ、そうですよね。ちょっとどうなるかわかんないですけど、最初の植え替えとかでね処理してあれば、そうでありそうって感じな。あ、やってありそう。あ、よかった。動画上げてますので。こういう三本足の場合は基本的には足が正面がいいというふうに言われています。はい、それは好みにもよるんですけど、一応今回は足が正面で作っていこうかな。ね、僕だけしか扱ってなかった。最近メンバーで昼間さんあんま言わないね。一番心が弱いんじゃないか。別に自分やばい、無理。やばいですね、汗が。詰めて詰めて、なんでこっちで飛んでくるんだそれ先端がちょっと飛んでくる。37度熱中症に注意のところですね。気をつけましょう。はいはい、こんなすごい綺麗、チョコレートみたい。チョコレート、昨日見てきた。いました。はい、水やりやります。おい、お虹、位置からも見えるの。いや、あ、でも肉眼じゃ見えないけどカメラだと虹が。これ？めっちゃ虹。はいはいはい。あ、かわいい。ホースとともにやらん。ホースとともに、あ、そのビニールホース。そう。何？え？はい、はい、完成しました。はい、コナラとコケモモですね。はい、コケモモカマツカの、うん、盆栽を作ってみました。どっちも駐車場の方で、安売りしてるようなものを使って盆栽仕立てにしてみたっていう感じです。2つとも違うような
樹形ですね、うん、1個はひょろひょろっとした、まあ、文人調と言われるような、風の流れをな感じるような樹形で、もう1個は、まあ、県外で長さを生かしたようなちょっと長めで大県外みたいな感じになりました、はい、これが正解というわけではないので、うん、皆さんがお手に取った際はそれぞれの木の個性とか、どういう風にしたいかなっていうのに合わせて作ってもらえばいいかなと思うんですけど、はい、私はこういう風に作ってみたっていう感じですかね。なるほど。特にこのコケモモカマスカに関しては、長さをある程度この辺で落としてもいい、良かったりとか、この辺で落としても良かったりとか、そうですね、うん、それは好みかなと思います。今実際横向きにこうやってついてる枝で今後は棚を形成していくとよりいい木になるんじゃないかなと思いますね。ちょっと預かってるやつありますね。普通に生徒さんじゃないんですけど、お客様の預かりで、預かってるやつですけど、こういうような作り方ができるのかなと思って。これもポケモンも同じ種類ですね、はい、なのでこれが全てじゃないです。例えばここでこう切って模様着みたいにしてもいいし、うん、もっとひょろひょろっと上に向かして文人に作ってもいいと思います。そうですね、それは考え方なので好みとか、うん、僕はこういう風にでもありかなというふうに思って作ってみました。足元に枝あればね、超ミニでも作れそうだし、そうですね、豆盆栽みたいなのも作れそうだし、はい、あとはもう単純にグーッと巻いてひょろっとしたやつで上にちょぼみたいなのも面白いかもしれないですね、うん、はい、そんな感じです。こっちの方が自由度は高いかもしれないですね。まあ、ここならよりはまだまだ曲がるような素材なので、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思ってます、はい、で注意点としてはこのコナララは水が大好きなので水狩りには注意っていう感じですかね、はい、でコナラは秋に、まあ、黄色い紅葉がなるかな。そうですね、葉っぱがしっかりと色づいてきますので、ね、そういう四季は楽しめる、うん、ポケモンカマスカに関してはお花が咲いた後実になって、うん、実もちょっと長い間続きますので彩りが出てくるかなと思いま す, です、ね、はい、そんなものがワンコインでできるということで、はい、東京フェスもありますがその前でも来てもちゃんと楽しめるよ、楽しめるよという東京さんのご紹介でした。でまた東京フェスに出すような木も、はい、順次紹介できればなというふうに思ってます、ね、はい、結構いい木入りましたね。そうですね、うん、皆さんが好きそうな好きそうなねやつだと思う、模様松系の品種ものだったり、はい、そうですね、のミニサイズみたいな、そうですね、もう、はい、入ってますので、はい、来るのがワクワクするような内容にしたいと思ってますので、はい、ぜひお越しいただければと思います、はい、9月の14、15、16、土日、月、はい、お願いします。はい、ということで、今回の動画がいいなと思いましたら、はい、チャンネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。